今回は白樺の葉っぱからハーブティーを作ってみました。白樺の葉のハーブティーってね、まあ、売ってたりするんですけども、飲んだことないんでね、一回飲んでみたいなと思っていたんですよね。まあね、白樺のハーブティーの効能ってね、なんだろうね、血液がね、ちょっとサラサラになるよとかいうね、効果があると言われております。まあね、そんなことよりも味ですね。味、どんな味なのか。色はね、本当に、なんだろう、緑茶のような色をしててね、香りもね、結構爽やかなね、香りしてますね。でね、行った時、フライパンで行ってる時ね、すごい、葉っぱからね、オイルというかね、油みたいな油分がね、いっぱい出てきてるんですよね。あれがね、結構爽やかな香りがしていて、ちょっとこのね、お茶ね、期待大なんですよね。爽やかなお茶であったらいいなっていう感じですね。じゃあちょっと飲んでみますね。おー、苦い。うん、美味しい苦味があるね、これ。甘苦いわ、これ。ね、美味しい。これ美味しいよ。うん。美味しいですね。いい苦味。お茶のいい苦味って感じしますね。いや、これ美味しいですね。目覚めますね。いい苦味と、やっぱね、ほのかに甘い。これがいいわ。ほのかに甘いのがいいね。うん。ああ、美味しい。これね、日本人好きな味だろうなーって感じですね。うん。ちょっと お茶をぎゅっとちょっとね、濃いめにしたような味ですね。これは美味しいわ。うん、いい苦味。こうね、目が覚めるというか、シャキッとするね、苦味ですね。ああ、美味しいわ。進む。なんか癖になる苦味。うん、もう進むね。うん。ああ、美味しい。これめちゃくちゃ美味しいですね。ちょっとね、これね、葉っぱくん、これ癖になるようなお茶でございました。これね、ぜひね、皆さんね、騙されたと思ってやってほしい。めちゃくちゃ美味しいわ。この苦味、ぜひ皆さん体験してみてください。ハマると思います。というところで、今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなーっていう人は、ぜひチャンネル登録、評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。